はい、おはようございます。おはようございます。これからですね、ジーザスレインズが、マーチをしますが、もうこれから始まります。それではですね、スタートのところをずっとお見せしますからね。ルーさん、おはようございます。ジーザスレインズですね。大体このぐらいでしょうかね。そうですね、いろんな国旗があって、まあ、今年はですね、やっぱりちょっと人手が少ないですね。仕方ないですね。コロナもあるし、マスクしなくてもいいとか言ってましたけどね。なんか今年は暑いので、マスクしなくてもいいというそういう感じですが、警察の方もたくさんね来てますが、今これからスタートなんですね。ここは中野ゼロホールですね。ここは中野ゼロホールで、まあ、ここでよく集会をやりますね。ここでよく、まあ、いろんなキリスト教のテレビ局の方も、あるいは CGLTV の方ですね。 CGLTV の方今日は終戦記念日ですが、この終戦記念日に、ジーザスレインズをやることに、意味があります。この日本の敗戦の、時にですね、私たちはイエス様の勝利を、ね、イエス様の勝利を私たちは宣言します。8月15日は日本にとってとても大事な日ですけれども、この時ですね、私たちは戦争に負けました。戦争に負けましたけど、それは偶像崇拝が負けたと考えましょう。そして私たちは、本当の勝利をしなければなりません。その本当の勝利というのは、その偶像崇拝の反対ですよね。偶像崇拝の反対、それはイエス様を信じる、イエス様を信じるその信仰、それがですね、本当の勝利ですね。偶像を崇拝することが敗北で、そしてイエスキリストを信じることが勝利。第一ヨハネにそれがあります。イエスキリストを信じることが勝利だ。イエスキリストを信じることが勝利だと、そのように、書かれています。
まだちょっとスタート、あ、お祈りしましょうね。皆さん一緒にお祈りしましょう。はい、おはようございます、おはようございます、いよいよスタート、いよいよスタートですが、今ですね、先導車が来て、そして、このパレードはですね、ジーザスレインズというパレードで、日本語で言えばイエスキー人が統治する、イエスキー人が統治する、何を統治するかというと、まあ、私たちの場合だったら日本であり、そして東京でもある、ね、日本であり東京をイエス様が統治する。今現在はですね、まあ、悪魔が統治しているという、悪魔が統治しているということですけど、イエス様が統治する、ね、イエス様が日本を統治するということで、ジーザスレインズ、ジーザスレインズというそういうパレードですね。また午後からですね、集会もやる予定です。1時から集会もやる予定です。この中野ゼロホールですね。このな、あら、ごめんなさい、ちょっと今違いました。この中野ゼロホールの大ホール、
ず、警察の車が最初に誰か祈り台数ありますよ。スピーカーが最初に、あ、その場所でいいですよ。行かせてください。先頭、警察の車がまず行って、それから、ですね、先導車。今先導車のドライバーがいなかったので、先導車のドライバーが入って。ちょっと、準備が十分じゃないですが、あ、その日本の王はイエスですね。日本の王はイエス。ルーさん素晴らしい。ね、たくさんのね、おまわりさんが、はい、それでは出発します。はい、それでは出発します。ハレルヤ、ね、イエス様はあなたを愛しています。アメン。あなた
方に命を与えます。あなたに希望を与えます。アメン。アメン。
Jesus reigns. 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 Jesus reigns.7月にはですね、いつも中絶反対のマーチフォアライフっていうのが毎年あったんですけど、今年はやはりコロナの影響でなかったようですね。マーチフォアライフもですね、7月ですから結構、暑いところで1時間歩くわけですけど、このジーザスレインズも8月15日ですからまだまだ暑い。特に今日は今年一番暑いかもしれませんね。しかし、そこには意味があります、ね、暑くても、イエス様を宣言したい、イエス様の名前を宣言したい。参加者は少ないかもしれません、参加者少ないかもしれません。しかしイエス様は熱いものを集めて、私もちょっと水分を補給した方がいいかもしれませんね。水分を補給しながら、キリストです。アメン。イエス
アメン。アメン。答えられない人はこのことを聞いてください。アメン。すみません、ちょっと言葉数少ないんですけど、少しですね、水分補給してます。少しゆっくりゆっくりやってますので、ちょっと言葉数少なくてもすみません。アメン。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ。人間の存在は神にあってしかありません。この神こそお釈迦様でも人の神様でもない、イエス・キリスト、これが誠の唯一の神であります。なぜならこの世界が封じ込められている時に、私たちはこの青空の下で素晴らしい詩を叩いています。これは神様の証明です。ここで主は生きておられるのです。神は、神の行うことは誰も封じ込めることはできません。神の御心は必ず行われます。ミラクルの中にセブンタイム。はいはい。ジーザスレイン、thank you.
あなた方に知ってほしいことはただ一つ、神があなたを愛しているということ、神があなたを大事にしているということです。それにどう答えるかは、それをやってるからいつまでたっても結局のこの組織がダメなんだ。ありがとうございます。水を飲んでます。ジーザスレイン、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 ジーザスレ空いてますけど、いいですか？
日本。Jesus reigns. 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 日本。日本。日本。日本日本日本イエス様あなたを愛してます。アメン。イエス様お疲れ様です。はい、ここハレリア。なんだ。ハレリア。出てます。出てます。出てます。ハレリア。ハレリア。アメン。日本は愛されてます。アメン。イエス様は日本を愛しています。アメン。イエス様が日本に来て悪魔悪霊を追い出してくれます。アメン。これから日本の勝利が来ます。アメン。今日は日本の敗戦の日ですけれども、しかし今日から勝利が来ます。アメン。日本の本当の勝利が来ます。アメン。偶像崇拝が敗北してイエス様の勝利が来ます。アメン。8月15日は勝利の日です。敗戦の日ではありません。アメン。日本の勝利の日です。アメン。日本はよみがえります。アメン。今まで死んでいた日本はこれからよみがえります。アメン。日本がよみがえります。アメン。イエス様が十字架でよみがえって、アレルヤ。日本もこれからよみがえります。アメン。私たちは信じます。アメン。今年は、日本の夏祭りが中止になりました。アメン。これは特別です。アメン。10万から30万ある夏祭りが全部キャンセルされたんです。それはジーザスレインのためです。アメン。本当のお祭り、日本のお祭りが今日なんです。今日は敗戦記念日ではなくイエス様のお祭りです。イエス様のお祭りです。お盆に行く人も減っています。花火大会もなくなりました。ちょっと見えないんですけど、でも皆さん、それはイエス様が日本を救うために日本の夏祭りを退けてくれたんです。イエス様がジーザスレインズのために偶像崇拝をやめさせてくれたのです。イエス様感謝します。どうぞ今日から日本が開かれます。今日から日本は救われます。今日から勝利が始まります。この夏祭りがないということは奇跡です。奇跡的なことなんです。今私たちはですから夏祭りがないということは、私たちの祭りが勝利しているということです。私たちは、コロナでもこのように、イエス様を宣言しているんです。私たちは少数であったとしても、少数であったとしても10万の夏祭りに対して対抗してイエス様の勝利を宣言します。アメン。偶像の敗北を宣言します。アメン。悪魔の敗北を宣言します。アメン。日本の解放を宣言します。アメン。日本の自由を宣言します。ハレルヤ。イエス様日本を救ってください。アメン。イエス様日本を救ってください。アメン。東京を救ってください。アメン。東京を救ってください。ハレルヤ。イエス様あなたが必要です。アメン。あなたが必要です。アメン。悪魔悪霊を追い出してください。イエス。悪魔悪霊を追い出してください。アメン。東京に光が差しますように。ハレルヤ。東京に祝福が来ますように。ハレルヤ。東京に神の国が来ますように。イエス様は東京を救ってください。ハレルヤ。憐れんでください。ハレルヤ。彼らは何をしているかわからないのです。彼らは何がどん苦しみの原因かわからないのです。人生の意義を失っているのです。多くの人は悪魔によって虐待されているのです。アメン。どうぞイエス様、私たちはそれを知りました。イエス様によって救われました。アメン。ですからまだサタンによって苦しんでいる人たちを
解放してください。誰でもイエス・キリストを信じるならその人は救われるのです。誰でも悔い改めてイエス様の名前を呼べば救いが来るのです。苦しみがなくなるのです。虚しさがなくなるのです。人生のカオスがなくなるのです。この世界は神様が作られた世界、この世界は素晴らしい世界、神の恵みと愛で満ちた世界なんです。私たちはそれを知ることができました。多くの人はサタンに騙されて闇の中に生きています。闇の中に生きています。どうぞ彼らに光を当ててください。イエス様の言葉の光、十字架の言葉によって世が救われます。私たちは宣言します。この8月15日敗戦記念日の時に私たちは宣言します。今日は日本の勝利の日、今日は日本の勝利の日、日本が勝利します。敵は悪魔です。私たちの敵は悪魔です。悪魔から勝利します。悪魔から勝利します。悪魔から勝利します。イエス様、日本を憐れんでください。ハレルヤ、アメン、アメン。ジーザスレーン、いらっしゃいます。その神様を知りたければ、特に今日は日本は屈辱の日です。8月15日、私たちは大きな戦争に負けました。しかし神様は死んだからだから蘇った神様です。ですから私たちはそのイエス・キリスト、イエス様を信じるだけで、誰でもどこでもどんな時でもただで、イエス様を信じるだけで私たちは天の御国が用意されています。この国は私たちの準備段階です。ですから神様は、イエス様はおっしゃっています。あなた方を患いに合わせず、疫病にもたらせることはない。あなたの生活を脅かさない。でも怯えてますよ神様、どうしましょうか。私を信じなさい。私を信じるだけで、あなたは平安をもたらします。私たちは信じるだけです。信じるだけで救われます。今日、特に
会をやっています。この集会は誰でも参加できます。どこでも私たちはやれます。それは平安と喜びの神様がいらっしゃるからです。アレルヤ、アレルヤ、日本の皆さん、神様に立ち返ってください。あなた方一人一人は神様に創造された人間一人一人です。それに気づいてください。私たちは猿からなったんじゃない。私たちは神様に作られた。そんなことを信じないでくださいね。猿から人間になるわけないじゃないですか。アメン。アメンから人間になりますか。私たちは神様に作られた一人一人の個性を持った一人一人の賜物をいただいた人間です。アメン。この一人一人の人間を今生きているイエス様に感謝しましょう。感謝しましょう。この感謝した時にあなたに平安と喜びが必ず訪れます。アメン。宣言します。アメン。必ず訪れます。アメン。アメン。アレルヤ、素晴らしい神に感謝します。アメン。アレルヤ。どうかイエス様のことを知らない皆様、イエス様は今あなたに問いかけます。あなたにタッチします。あなたに触られます。ですからあなたは振り向くだけです。振り向いて神様に立ち返りましょう。ここの特にこの東京の人々、いろんな窓枠があります。悪魔の誘惑、ただいまあなたたちを誘惑に包んでいるこの世です。でもそれに勝利してイエス様がよみがえった体をくださいます。アメン。アメン。アレルヤ。皆さんですからイエス様を、信じてください。アメン。イエス様を紹介します。イエス様からのお手紙が届いています。そのお手紙を開いて読むだけです。ハレルヤ。主を感謝します。一人一人、私たちは作られた人間です。ハレルヤ。ジーザスレンズ7回言いますので、皆さんジーザスレンズという言葉を、口から発せられる方、皆さんも一人一人参加してください。7回言いますから1回でもいいです。ジーザスレンズと言ってください。Bye.
Jesus reigns. 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 Jesus reigns.これあの中野のサンプラザですね。中野サンプラザ。
は中野駅。中野駅。あなたを慕う
Thank you.
涼しい風がちょっと吹いてますね。神様が私たちに涼しい風を与えてます。ありがとうございます。水飲んでます。大丈夫？大丈夫。そう、いい食事。ありがとうございます。じゃあ9号すみません、はい、9号さん、はい、キューちゃんだから9号車乾燥したかったんですけどね。でもね、無理しない方がいいですよ。そうですね、うん、無理しない方がいいと思います、ね、そう、午後もありますからね、うん、午後が大切ですし ね、 そうですね。もうコロナは死なないけど、ほら、はい、あの、ね、熱中症だと突然ブレームがね、ゆで卵になっちゃうから。そう、ね、そうそう、だから無理しないで。そうですね、うん、ちょっと長石に歩くのが、神様が守ってくれるよ。誰か具合悪いし、救護者を与えてくれました。そう、ね、みんな知らないかもしれないけど、あ、そう、でもさっき言ったでしょ、言いました。あ、ね、あの一番後ろにあのいますからって。あ、来た、うん、そうそう、じゃあもう一人、もう二人、そうそう、じゃあ詰めて。疲れた。あ、ご苦労様。そう、お疲れ様。大丈夫？なんか本当お水冷やして渡そうと思ったんだけど、そうするとみんなカバンの中に入れる人がびちょびちょになるっていうからね。確かに。本当は好きな方を取るように作っとけばよかったんだけど、急に後ろの方で用意してたらみんな持ってっちゃったから前へね。あ、それで渡せなくて。でもあの冷たいとね、逆に具合が悪くなる。そう、悪くなっちゃう。頭冷やせるからいいっていう利点もあるんだけど、あの具合悪くなる人多いからね。それで、そうですね、お湯で飲んでると思えばね。そうです、ね、あの、私トラックの運転してる時はね、冷たい水飲んじゃいけないって言われて、はい、あ、言われました、うん、体壊すから、あのお湯を、あったかいお茶やお湯を飲みなさいって。あ、暑い時はね、それが安全って言われたのでね。それで健康のために、まあその場じゃ美味しくないんだろうけれどね、冷たい水はみんな自分で自販で買うでしょう。だから、あ、そうそうそう、こう普通のナチュラルの温度のを差し入れたんだけど、うん、疲れた。疲れたね。よく歩いた。偉かったね。3キロって結構長い。もうあるよ。3キロ。喉かいた？大丈夫？いや、大丈夫です。雨あるよ。雨あげようか。どっちで行くかな。3キロって言っても結構、3キロ以上あると思う。うん。3キロ。クエン酸カリウム。どっちが欲しいの？これとこれどっちが欲しいの？カリウムって。あ、レモン味とスポーツドリンク味。スポーツドリンク味です。スポーツドリンクの方がいいの？よいしょ。そこでは女の子たちが出しちゃってる。はい。大丈夫？ちっちゃん先生も。いや、私はね。ある？はい、ありがとう。はい。水だけで。水だけでね。はい、うん。塩分チャージ。一つ持ってて、今舐めて、もう一つも舐めて、後で持ってて。どっかで疲れない。逆にこういう時こそね、うん、あの命の水っていうか、本当よね、水が大事だって分かりますよね。水が大事って分かる。他のものより水が一番だもんね。そうそう、甘ったるいものより。まさに命をね、うん、こう保つっていうか。そう、
今年はあの夏祭りがね、みんなキャンセルでしょう、すごくいいです ね本当あれしたらよかったね、ちょっとこう配っていいかどうか私ね、はい、チラシおまわりさんたちにほら、ね、救護カーだから、だけど今日興味あってなんだなんだって見てる人にね、あ中野プラザでやって、ま、中野のゼロホールでやってますってご案内したらね、じゃあ来てみようかしらって思う人もいるじゃない、地元の人で去年配ったんだけど、あそうですか、うん、今年は乗ってないから、それであの人たちが配ると今度列が乱れちゃって、あそうです、ね、うん、危ないからっていうのでね、何人かがそういう人が決めていたらいいね、そうですね、配る係っていうのがいて ねただやっていいかどうかお巡りさんに聞いてみないとと思って、うん、あ困っちゃったね、なんか配っちゃいけないっていう時もあったんですよ、ね、はい、救護車ってこれの車のこと、そうだよ、うん、イエス様の救護車ですね、うん、イエス様の救護車、涼しい、大丈夫、一番下まで今薄くしてみて、イエス様に救われた感じですね、ねイエス様に救われて、ちょっと最後までは無理だったかもしれないですね、うん、ちょっと長いからねこの距離がね、でちょうどお昼時で日が高い、あね一番暑い時だから、そうですね一番暑い時で、うん、3キロ以上歩いてる気がする、歩いてる気がするね、あのダラダラ歩くから余計ね、でもお巡りさんたちもさ、大変だけどこれに加わってくださって感謝ですよね、え本当大勢の人がね、で彼らはねタオルもないし水も飲まないでしょ、そうなの、だから私水あげるって言ったらもらっちゃいけないんだ、そうでしょうね、うん、それはね、でももう何回か会ってる人たちだから、うんうん、今年はスピーカーがちゃんと動くといいね、去年みたいに途中で音楽止まっちゃうとなんて音楽ダメっていう時もあるんだよね、その自治体によって、あ そうなんですかね、うん、あのシャウトするのはしていいけど、うん、でどのぐらいのなんか弟子あのなんていうんですか、ほら音の大きさではいいけどダメとかあるから、はい、そうですよね、うん、ケースバイケースで、ここでもあの去年やったからお巡りさんたちも心得てくださって、去年と同じコースですか、はい、ああそうですか、それでねみんなね信号をちゃんとコントロールしてくれてる、ああそうですよね、すごいすごいと思った、去年は今年と比べて暑かったですか、それとも暑くなかったですか、今年のがドライかな、だからあのでも温度自体は今年のが高いと、今年のが高い、うん、あ湿度がちょっと今日そう、でも湿度がある方が苦しいんだよ、うんうん、ドライの方がね、ドライの方が楽、いいですね、あ、来た、ついについにもう戻ってきました、あ助かりましたね、ああなんかあったんですか、いや特別何もないんですけどね、うん、もともと体力が、ね、うん、体力がないからね、そう私もね歩くのは普段苦手で、ドア2ドアの人でしょ、アメリカ長かったしだからね、腕太だし、だからじゃあ急ご飯やりますっつって、ああいいですねそれは、うん、でも夫婦でうちらだけ楽に歩ってると悪いから、いやそれはね、うん、あんたは歩きなさいっつって人によってね、それは、うん、体調と相談しながら、ね、そうアメリカの料理はあまり体に良くないから、ああそうだね、体にね、だから太りやすい、うん、アメリカとかイギリス人とかめちゃくちゃ太ってるそうだね、怪物みたいな人もいる、うん、やっと着いた、そうだからのんちゃんはあの犠牲を払って歩きなさいって言って2人で乗ってるとするだから、去年はおばあさんとかね、足悪い人はみんな乗っかって、ああそうですか、うん、子供たちもこの距離歩くの大変だよね、だって足の長さがほら
違うから子供にとっては倍歩いたようなもんでしょ。そう、大人の3キロって言っても結構長い気がする。5キロくらいはあると、うん、子供の方が小さいから熱中症になりやすいんじゃない。そう、あの地面に近いでしょ、うんうん、だからね。それで旗持ってるからみんなあのあれを傘とかも差しづらいし。ああそうですよね、うちはもうできないし、うん、で日陰になりますようにと思ってたんだけど、時々日が陰ってたけど今日は、ね、あの日陰のあるところをコースを、ね、取る時ですね。みんなこれで少しクーラーの効いた会場に戻って涼んで、はい、そうですね。でもうちのダンス、うん、ダンスやるお姉さんたちもみんな歩ってるから。ああすごいですね。じゃあ午後これからダンスするんですわ、ね、すごいスタミナですね、うん、僕も旗振るダンス。 ありがとうね。 2回出る僕は。そう、ね、あごめんなさい、今ね私放送してるんです、いいですか。あそうなんですか、声が今の入ってた、今までのも全部入ってた。ごめんなさい、すみません、ちょっと言えばよかったね、ごめんなさい、マレーシアかなんかでね、はい、欧米の人たちをこの鉄道を引かせるために歩かせたっていう事件があるんですよ、はい、なんていうのちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あれを連想しましたね。あそうですね、なんか暑いところの、ね、うん、あの捕虜をね、そう歩かしたんですよ、長距離をね、はい、でたくさんの人がね死んでっちゃったんですね。そうですよね。そういう無謀なことをね、うん、したんです、日本がね、うん、それを連想しましたね、うん、でも今までね一回もね、はい、ないんですよ、あのジーザスレンズのこのパレードで具合悪くなって。あいないんですか、うん、わお守られてるんですね、はい、僕はただ足が疲れただけだし。そう、あいや疲れていいよ乗ってね。ああ着きましたね。ね、お疲れ様でした皆さん。ああ本当に発車します。いやあれ私の車どこへ止めんだろう。ガラガラ入れちゃって困ったね。あそうですか、お世話になりました。あ、はいはいはい、車入れられるとこがなくなっちゃって困ったね、どうしよう。そうですね、どうしましょうか、ね、うん、じゃあねここへ止めて今一回あれするから。そうですね、降りちゃって。はい、ありがとうございました。はい、でもパトカーが来てるよ、うん、パトカー入れないかな、もうちょっと前、もうちょっと前がいい。ノン、ねえ車うちの入れるのに違う車入れちゃってから言って。空いてる、うん、じゃあそうしよう。パトカー車でもうちょっと前してもらって。はい、わかりました、すいません。じゃあ先に降りた方がいいかな。じゃあ降りちゃいましょうか。開けれる、ちょっと待って、ね、あ、ほんと今パトカー貼りたいって言うから最初ちゃんと、うん、ちゃんと指定の位置入れちゃうね。そうですね、その方が開いててよかったですね、うん、あなたたち降りづらいかな。いや、大丈夫。そうですね、これで降りられるから、ま、じゃあ行って。そう、うん、じゃあ開けて、うん、よいしょ。それでね、ノン、あっちだチャイルドになってるから。はい、ありがとう、はい、どうもありがとうございました。とんでもない。はい、助かりましたね、神様がですね、救護車を与えてくれました。ちょっと画像を。はい、皆さん生きてますまだ生きてます。はい、本当に助かりましたね。もう本当、もうダメかと思って、ね、もうギブアップしようかなと思ってたんですけど、これで参加したことになる。もちろんそれで参加したことになりますよ。これで参加したことになります。目がおかしい。一応ゴールはですね、入り口ですからね、一応なんとかゴールまで行きたいと思いますね。
ゴールまで行きたいですね。皆さんありがとうございました。午前中はこれで終わりでですね、で午後は1時からですね、1時から集会があります。ところがですね、いつも電波が悪いんですね、ここはね。電波悪いので、できるかどうかやってみないとわからないっていう感じで、一応カクカクかもしれません。カクカクでですね、できるかどうか、瞳孔が開いてる、瞳孔開いたら死んじゃうじゃないですか。これね、一応このジーザスレインズジャパンの関東首都圏、全国でやってるんですよ。全国ね、5、6カ所ぐらいやってるんですね。で、ここは中野ゼロホールですね。中野ゼロホール。はい、それでは皆さん、ここ人がいないからいいですかね。ありがとうございましたね。およそ1時間およそ1時間ちょっとですね、皆さんも一緒にね、歩いて、皆さんも一緒に宣言したと思ってください。8月15日日本の勝利が始まります。敗戦記念日に日本の勝利が始まります。それでは皆さん、午後お会いしましょうね。それではお昼休みにします。シャローム。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローム。